もらってるから。はい、どうも WTO の達也とバーチです。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。ですね。久しぶりです。はい。今日はだから達也と岸が出演すると、はいはい、バーチと松永が、はい、お兄さんが教える機会ですね。はい、ということで。バジはちょっとあのね、うちで多分レフト一番強いんじゃないかなと、はい、松永、兄ですけど、どうでしょう。まあ、練習してきたことしっかり出せたらなと、うん、もうやっぱりね、兵庫大会1回も勝てずに、うんうん、まあ、一部で初めて、あ、一部だな、一部の重さで出させて1回も勝てなかったんですけど、あ、まあ、しっかり練習してきたこと出せたら、うん、まあ、せっかくまあ来たんで、そうね、まあ、勝ちたいかな、まあ、初めて握らせていただくんですけど、あ、そっかそっか、あ、そうだね、まあ、あの、本当ここ最近ぐんと伸びたんでね、松永は右も左もだけど、あの、ちょっと楽しみにしてます。はい、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。じゃあ間もなくゴングです。はい、お願いします、はい、お願いします。あの兄もそうですね、今日 WTO のバジと試合です、はい、やったことねえよな。初めてです。練習も、練習も握ったことないです、ね、あ、本当。達也さんとあるんです。まあ、おうおう、まあ、バジは左が強い左の、まあ、専門なんだけど、はい、まあ、なんか最近やっぱね、あの GM で練習してメキメキと実力をつけてきてると、はい、楽しい。そうね、まあ、体重的にはまあバジの方が重たいんだろうけど、まあね、でもここは絶対負けれないと思いますよ。ありますね、ちょっと、3本勝負、見守ってますんで、はいはい、お願いします、はい、石井がもし負けたらちょっと、達也とやってもらえますか。あまりにも不甲斐なかったら。かませますからね。マジリラックスやで。いけるぞ。それ以上前に出さすね。はい、じゃあコートチェンジで。その勝負、その勝負ね。2対1で松永選手の勝ちです。いい試合。すごい。
優勝。悔しい。おめでとうございます。ありがとうございます。どうやった？危ない、強かったです。まあ2本目はちょっとまあファールもあったんだけど、もうそのまま流れでいきました。まあ公式戦だったらファールだけど、まあまあでも、で危なかったね、でもね、2本目はね。まあでもヒヤヒヤしましたけど。ありがとうございました。はいはい。マジさん、いい試合、すごい、なんかめっちゃ嬉しかったっすわ、マジで。まあどうなるかわからなかった、俺も見てて、展開的には。本当練習しますもん。まあ最後本当ガッチリ入っての勝負だったからね、まあ文句なしのあれかなと、はい、お疲れ様でした。はい、またちょっと次回リベンジしに来てください。はい、お疲れです。さあ、じゃあ次ですね、いよいよです。はい、次いよいよです。Now